皆さんこんにちは、森有です。はい、今事務所にファンレターを撮りに来たんですけれども、前にもね、ファンレターの動画、下の概要欄にリンク載せておくんですけど、出したんですけど、11時とかすっごいなんかみんなが就寝している時らへんにあげちゃったので、あんまり多分皆さんにお伝えできてないと思ってですね、しつこいんですけど、もう一回、ネタがないわけじゃないよ。ネタは頑張れば探せばあるんだけども、まあその動画を今回は、ファンレターの動画をもう一回あげたいと思います。別にいいんですけどね、この下のリンクだけでもいいんですけど、ちょっと撮らせてください。はい、とあれですね、そう、確認をちゃんとしたんです。その時の情報よりちゃんと確信を持った情報が届いているので大丈夫なんですけど、生ものはやっぱり禁止です。やっぱり禁止っておかしいけど、危ない、まず危ない、もう毛は嫌だ、もうちょっと毛は嫌なので、じゃあその毛について語ってるのは とりあえず下の概要のやつを見てください。で、もっと毛について知りたい方はコメントください。もっと話すので毛についてっていう動画出すんで、はい。で、ですね、まあお酒とかは全然大丈夫だし、なんかお米とかを送ってくれるっていう人がいたんですけど、全然それでも大丈夫みたいです。なのでとりあえず NG は基本あんまりないですね。とりあえず毛以外だったら、はい、もう本当に送ってくれるだけでもありがたいです。で、今日も何通かいただいて本当にありがとうございます。皆さんいつも本当に本当にね、毎回ファンレター送ってくれる子がいるんですよ。前の事務所の住所の時だった子からも今日来てて、で本当にありがたいなと思って、本当はね開封してね見せたかったんですけど、これを動画にしてくださいとか、なんかネタとかがあればネタを振っていただけると、ネタがないわけじゃないよこれ。皆さんの言葉を聞いて、とりあえずネタがないわけじゃないんだけど、ネタくれたら嬉しいです。ネタをなんかやってっていうネタくれたらありがたいです。はい、ということで、じゃあ住所ちゃんと言っときますね。東京都渋谷区渋谷と 1-7-5 青山セブンハイツ70何号室だっけ、ここ705号室です。5、私2だと思ってた、2じゃないよ、5だよ、5で、全然返信用封筒だったりハガキだったりとか、入れても入れなくても全然 OK です。もうそこは無理やり自由にやるので、入れてくれたらありがたいし、入ってなくても全然返しますし大丈夫です。で、大きなプレゼントもさっき言ったように、まあ大丈夫です。はい、本当にでっかいクマ届かない限り、私実家にもでっかいクマあるんですよ。もともと持っててプレゼントにでっかいクマもう一個届いて、置けないってなって、それ置けなかったのでちょっとあれだったんですけど、 でっかいクマでも全然 OK です。私の中では下の概要欄にもちゃんと書いてあるんですけれども、下の概要欄のところにもう一回住所を書いておくのでよろしくお願いいたします。皆さんファンレターぜひ送ってください。ファンレター以外にも本当に毛じゃなければ大丈夫なのでお待ちしております。ということで、森有でした。バイバーイ。はい、今日もご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録をまだの方はこちらに丸いボタンをやっておきますので、この辺多分クリックしていただくと、携帯の方はポチッと押すとここに登録欄が出てくると思います。で、ここら辺にですね、過去の動画のを載せておきますので、多分ここら辺見ていただけるとありがたいです。はい、ということで、森有でした。バイバーイ。